いやー、皆さん。ガオグちゃん、皆さんお元何で気すですか？か？ 元元気です。気ですけど。どうも、井上陽水です。うわ、出た CM のやつ、実際見たことないねんけど。あ、ないの？昭和天実際見た皇ことないですがよ。崩御したとき知らへんの？みんなが真似してるか知ってるけど、実際見たことない。ほんまかよ。そうなのよ。お元気ですかったら、神無月のやつしか見たことないわ。嘘やん。よおう考え前、たら。平成生まれかよ、お前。いや、そうなのよ。そうやね。あ、そうなんや。ギリ平ほんまにそうなんや。成。ほんまにそうやね。平成3年生まれですね。あの時な、山田さん、昭和64年のさ、100円玉とかみんな一生懸命集めてたよね。あー、なんかあったそうぞ。うん。な。そう言われた。昭和64年ってそうな。8日しかなかったからさ。ああ、まあ、それも、ビヨンズが散々言ってるから、あれやな。嫌な思い出確かに。は、その、そうや。昭和が。そうや。うまいな、俺、つなげ方。たまる。結果オーライとはこのことやねんか。いや、すいません。せっかく絞り出してくれたんですけど、ビヨンズの話じゃないんですよ、ちょっと。ちゃうんかよ、しかごめんも。なさい。ちゃうんかよ。ごめんなさい、ほんまに。何の話がしたい？キソラの写真集見ました？見ましたあよ。れだ。ちらっと。中身動画で送ったあれでしょ？見ましたよ。どうでしたか？いいまあ、体してますよね、いい体。いい体そうなはのね。よ。そうね。いい体はしてたんやね。それは知らんかった。やっぱリアル感あるし。その体のリアル感はいいんですけどね。ページめくればめくるほど服着ていくっていうすごい仕掛けでしたよね。すごい構成。ベッドの上でそうなのよ。こう、パーカー姿になってこう、さ、ね、こうメガネかけてさ、あ、もうコンタクトにしたんや、じゃあ今からっていうところでさ、場面変わるっていうね。そうなのよ。あれ、なんあれ、誰考えたやつ。考あれ、え、平井美代さんのやつもそうやけど、どんどん露出が多いとこからその着ていくの、あれ何？どんどん着ていくっていう。何なんすかね、あれ、ほんまに。最近の流行りなんかね。いや、あんまり聞いたことないけどね、あんなもん。どんどん脱いでいくのが正解じゃないの、普通。まあ、困ったもんですよね。だから全体的に困ったもんやなって感じの写真集でしたね。そうですね。あれでも悪癖やわ、あれ。プレミアついてたからね。あれでも。そうなんですか？え、そうなの？一時期、8000円とか9000円とかで値上がりしてて、アマゾンでね。ええー。アマゾそう。ほんでもう買えなくなってしまって、もうなんか売り切れかなんかで買えなくなってしまって、でもなんかそんな高い時にはじめちゃんがポチってしまって、高騰してる時にあの人買ってしまって、高値掴みしてさ。転売やからこうでもうたんや、はじめちそれゃを俺んところに送ってきたっていう、なんか、だからすん。ごい時間かかったんですよ、うちに来るまで。全然届く意味のわにからね。んな。で、はじめちゃんもまだ見てないっていう。中身を。だなんかから、卒コンも見てへんし、写真集も見てへんやん。そう。だから動画のリンク何送をり見ましてたへんけ人ど、何にも見てないんですよ。や。何にも見てへん人ちょっや。ともう、あれ、しかびっくも、りした。写真集の大きさは、大きかった？ちっちゃかったんだな、あれ。ちょっと待って、ちょっと待って。ちっちゃい気がしてんけど。これさすがプロの山田さんや。そうやね。A4 もないね。B5 変え？形サイズかな。それちどういうょっことちっちと？ゃいですよね。B5 のでかいやった。平井ちゃんみたいな感じ？このそう間ですの。ね。しかもマット印刷。あ、平井ちゃんのやつや。そう。マット印刷っていうか、まあ、オフセット印刷っていう、こう、安い印刷を作ってますね。人肌をこう表現するには、
で、それじゃダメですよって言われてる印刷を使ってます。そう、舐めやがって。舐めてますね、完全にね。キソラを舐めてるわ、キソラを。でも3500円とかでしょ、あの定価は。3182円ですね。3182円。なるほどな。普通に高い。そんなもん、そんなもんでも、あれか、供給不足で値上がりしてたんや。どういう、まあ、あれで値上がりしたんや、そもそもでも。どういうことなの、ね、よく分かんないんだよね。多分は120部ぐらいしか吸ってなかったんじゃないですか。ああ、もともとのすりが甘かったね。読みが甘かったね。甘、相当読みが甘かった、うん、あ。ここだよ、リサチ、ここだよ、リサチ、ここだよ、リサチ、リサチ、ここだよ、ここだよ、ここだよ、リサチ。ハロプロとおじさん、チャンネル登録、よろしくね。ここだよ、リサチ。一応、沖縄でやってますね。海のテラス、読谷都屋っていうところでやってます、ね。お、どこそこ。あと、チュライチゴ、南紀ハウスっていうところでやってます。2軒泊まったのかな。どこそこ。でもあれですね、沖縄行っただけマシですよね。そうですね、うん。でもなんかあれなんじゃないの、ツアーで、ツアーとかで行ってないんか。あ、行ってないんか。椿は沖縄？椿はだって あそうか、でも上海とか行ってんだっけ。あ、そうかそうか。上海の風帰ろうかな言うて。そうや、上海の風。そうもう言ってもうて、やっぱりもう言ってまうねんな。上海言われたら僕ら言ってしまうから。言うもう上海の風って言ってまうわ。言ってまうから、フランといて上海って。寂しくないですか、うん、空がいなくなってから。どう、大丈夫？ヒソラロスにはなってないの？二人は。いや、これがね、もう僕も思ってびっくりするぐらいになってないですね。うん、こんなならんもんかなって、自分でびっくりしたぐらいです。説によると、もう ならんやん。なってない人続出って噂やもんね。続々なってへんって聞いてる。うん、みんな忘れてるって、すぐに。久々に聞いて、ああ、キソラ、おったなって気になってるぐらいですよ。じゃあもう、ここまでもう9、10分も喋ってないですけども、じゃあ、キソラに関してはもうそんな感じですかね。まあ、言い尽くしてるからな。ざっくり言えば、でもね、もうそんな話したのかな。その地獄の卒婚月間、はいはい、一番良かったのはやっぱキソラやなっていう。なるほど。感じはありますから。まあまあまあ、まあ、一番良かったね。僕はもう MVP をあげたい。うん、6月の MVP をあげたい、うん。そうなのよ。椿が一番面白かったのよね。うん。いい卒コンやってたのはもうキソラやから。うん。そうね。うん。その次は？その次に良かったの？いや、俺見てないからな。あ、そうな、見てないんや。見てないんですよ、ね。リカコさん見てないからな。一応全部見たけどね。あ、ほんまですか。うん、あれも見てないんか、三木田さんは。ビヨーンズは。ああ、ゆはちゃん見てないの、うん、私の正しい青春なんだよ、あれ。いや、うん。いや、そこは見た、そこは見た。うん、ハロステでもやってたし。嫌いがないとったかな、嫌い。いや、うん。でも、ゆはちゃんの見るじゃないですか。もうまず最初思ったのが、これ、バーイベかなと思った。バーイエベ、バーイエみたいな会場でやってて、ちょっと。そうね。こりゃひでえやと思って。うん、やっぱあれ。しかもね、うん、その日はね、ニュージーンズが東京ドームでやってた日なんですよ。あら、そうそう、かぶって。そう。だからその、撮影 OK な人たちが、なんかその場ですごいいっぱい動画上げてて、なんか東京ドームの映像がすごい見れるんですよ、いろいろ。まあ断片的なんですけどね。こんなんやりましたよ、みたいな。なる。でも、なるほどね。一番上の人が、もう、一番、ドームの一番端っこの人が映してる映像を見てさ、もう、うん、広みたいな。めっちゃ広いなみたいな。思ってたら、なるほど。ペロってこっちもおすすめ動画ですよって上がってきて、
こう、ユハネ、ビヨンズ、ね、ソツコンって、ピロッと上がってきて、そっち見たらもう、ほんまに、え？これ、こんなに狭いのって思った。うん。これ、は、これ、ハシモンのイベントかなって思ったもんね、俺。いや、M ラインか思ったわ。M ラインか思ったもん、ほんま。卒業する前に M ラインやってんのか思った。びっくりした。うん。まあしょうがないんやけど、まあそれこそね、ニュージーンズが東京ドーム抑えちゃったから、多分まあユハネも東京ドームの予定やったと思うんやけど、まあ、無理やった。押し出される形で多分じゃあ豊洲かってなったんやと思うのよ、おそらくね。第1候補は東京ドームやったと思うんやけど、他にもあるやろ。もう東京ドームか豊洲スピットの2択やったと思うから、基本的に。すごい2択やな。まあ、しょうがないんだけど。じゃあ、もうこのまま、もう、キソラの話はやめて、もう、その、あのビヨンズの話入っていきますけど。ああ、すいません。うちは女でいられ、一緒に。やっぱ好きでね。やっぱ好きでね。ありがとうございました。